一番綺麗な色ってなんだろう、一番光ってるもの、一番綺麗な色ってなんだろう、一番光ってるものってなんだろう、僕は探してた最高のギフトを、君が喜んだ姿をイメージしながら、本当の自分を見つけいって言うけど、生まれた意味を知りたいって言うけど、僕の両手がそれを渡すとき、ふと謎が解けるといいな、受け取ってくれるかな、長い間君に出して強く握りしめていたから、もうぐしゃぐしゃになって今変わり果て、お世辞にも綺麗とは言えないけど、白か黒で答えろという難題を突きつけられ、ぶち当たった壁の前で僕らはまた迷ってるけど、白と黒のその間に無限の色が広がって、君に合う色探して優しい名前つけたなら、君に送るよ、地平線の先にたどり着いても、新しい地平線が広がるだけ、もうやめにしようか、自分の胸に引き未だ歩き続けたいと返事が聞こえたよ。知らぬ間に増えていた荷物だな、とか飲んだからそばに軽くなる果てしない旅路の果てに選ばれるものとは誰、たとえじゃなくたってそれもまた走ってゆくよ、降り注ぐ日差しがあって、だからこそ日陰もあって、そのすべてが意味を持って互いに震えているのなら、るよ今君。